どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、三好家と浅井家にフルボッコ。闇上がりのウプ主にカツを入れるような展開だったな。マジで頭回ってなかったというのもあったけど、なかなか辛い展開ではあった。ただ今回は前回のリベンジ、少し時を戻して後瀬山城から増援を迎えての小谷城攻城戦。これで勝てなければ完全に浅井家は諦めた方がいいだろう。その場合は威風弱連打で靴北2城を狙う計画に移そうか。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。まあほぼ冒頭で説明した通りの状況だな。時間的には前回スタートしたところから1ヶ月前の状態。まだ三好家からも攻められてないし将軍も生存。時間進めたらすぐに暗殺されるんだけどね。ということで状況も前回とほぼ変わらないし、早速後瀬山城の防衛拠点解除して合流させていこうか。あ、今思ったけどこれ兵糧足りるのかな。計画してそうで無計画なのくさ。いや少し軍制圧進めてから出陣させればギリギリ届くはずだ。確かに日数的にもそんな感じだな。できるだけ兵力も調整したくないし、少し削ってからの出陣にしようか。調整したところでほぼ変わらないしな。とりあえず将軍昇天して三好家は前回と変わらず後瀬山城に攻めてきた。とりあえずで毎度昇天させられる将軍。後瀬山城からも出陣。多分私の予測が正しければこれくらいの調整でちょうどのはず。若干早かったが許容範囲だろう。一応小谷城で勝った後の流れとしては直談で三好家に後瀬山城を渡して停戦、小田家には沢山城を渡して停戦、その間に回復をしていく感じだ。前線過ぎたし少し資金も貯めて本拠地移動もしたいからな。これ思ったけどこのままの千世山城渡すより軍制圧させてから渡す方が三好家としては嫌よね。発想が最低でくさ。まあ確かに軍開発はリセットさせれるからそうかもしれないが。よし、また激しい攻城戦になりそうだからセーブしてからやっていこうか。今回こそ勝てるといいんだが。7部隊2万3千。ようやく倍の兵力くらいになったな。追加されたのは影高さん。兵力5000くらいだけど能力は50くらいの普通な感じ。これで前回の後ちょっと補えたらいいんだがな。攻城戦開始。前回散々やったしいい感じのところになるまではカットでいいかな。立ち回りも慣れてきたしな。初手忍び陣所破壊。だ、混乱を少し重複させてしまってスケピカさん逃がしてしまった。スケピカの逃がしの罪は重いぞ。混乱持ちだから絶対に仕留めておきたかったのよね。お市さんも混乱持ちだし本丸にこもられた時にダブル混乱とかシャレにならないし。何より混乱持ちがいるせいで縄文攻撃もかなり制限されるからな。これどうしよう。前回は謙信さん先に縄文攻撃、他の部隊で左の部隊殲滅にしたんだけど、これだけ固まってるプラス瀕死のスケチカさんいるんだったら先に左処してから縄文戦でもいいかもしれない。結局前回惜しかった時も本丸制圧より全部隊撃破が条件になりそうだったし、それなら矢倉藩以外のところで対処した方が被害を抑えれるだろう。しばらく混乱かけたり策で交戦したけど、スケチカさんとお市さんは本丸に帰ってしまった。2部隊はまだ城の外出し潰せそう。ただこれで恐れていた矢倉範囲での混乱発動が2回も起きてしまうことに。やはり初手スケチカの出しは罪でかかったか。結局全部隊最後は本丸に戻ることに。ここからはひたすら削るだけだな。混乱を複数に当てつつ謙信さんの戦法で一気に削り切っていく。城門を壊したがここで立ちはだかるダブル混乱。本丸ちょびっと削ってるから多分本丸戦に突入できたんだろうけど、これは大ピンチ。矢倉範囲的におそらく中央から向かう方が多少軽減できそうだから全部隊を移動。謙信の混乱が解け本丸戦。混乱発動する前に義継さんアウトかも。撤退、さすがに厳しいか。マジで敗因スケチカさんを忍び陣所で仕留めれなかったことだね。まあ兵力多い部隊を最初におとりに使っていればと思えなくもないが。残り時間でどれだけ本丸削れるかの実験だけしてから再戦と行こうか。謙信さんならスタミナ緑で式20あれば半分近く削れることが分かった。思ったより削るんだな。ということは本丸削りで消費する式は最短40。これを目安に再戦していこう。再戦、今回はしっかりと混乱最大限生かしてスケチカさん処した。そして本丸制圧の方が現実的だと思い、前回と違って謙信さん初手から縄文戦。
お市さんの混乱をすれ違いざま発動されても困るから策でおとりと交戦させて戦法を浪費させようと思う。さすがにこれだけの回数やったら対策がより細かくなってきたな。ここまでリスタートしたの初めてだよ。そして交戦前に戻るお市、さすがに前回城の外に放置されて学んだか。ようやく城門破壊が、謙信さんの兵力がリスタート前より削られた。さすがにひたすらに部隊との戦闘はきつかったか。その分他が被害を抑えれてるからここからは物量作戦も使える。謙信さんのスタミナ回復中はなんとか他の部隊で本丸にダメージ与えていく。さっきみたいに兵力少ない状態で混乱だけ食らわないようにしないと。謙信さんのスタミナ回復も考えたらおそらくそこまで時間残ってないから初手吉継さんで混乱発動。その後混乱切れる頃に謙信さんの戦法が発動するであろうという作戦。要するに謙信のゴリ押しだな。ダブル混乱で時間は3倍速で20秒稼げる。おそらくそこまで稼げたら本丸制圧しきれるはずだ。謙信の戦法発動、あと少しだ。よっしゃー。危ねえよ、マジで過去一と言ってもいいほどやり直しした攻城戦だった。2日にわたる激戦、ここに終幕。結局謙信さん頼みの攻城戦だった。本丸制圧のいいところは敵部隊打ち取る危険性がないところだな。あとは何人拒否することやら。勝利をもって世に義を示さ。これで真っ赤だった旧朝倉家家臣たちも多少忠誠が上がっただろう。城奪ったり。織田に城制圧。三好、織田攻略の最重要拠点ゲットだ。兵力も多いし何よりでかい威風狙える分岐に使えるからな。琵琶湖横断すればいろんなところ狙いたい放題。忠節を尽くしますぞ。最後の主力補給。摩擦部結構強かったよな。あれ、思ったより能力高くない。式で底上げされてたかな。なら問題ないか。後で食いても遅いぞ。侍大将二人投用はでかい。特に長政は能力も平均的に高いしすぐに織田二条城主にしても問題なさそうだ。組頭も助吉家さんをはじめ磯野くんにお市さん、暗殺バレて処断された忍者もいるね。なんかそんなイベントあったな。にしても記憶の癖強すぎだろ。強烈なエピソードないとがっつり記憶されないんだよね。普通なヒゲのおっちゃんゲット。こういうことになるのか。これで人材補強もおそらくがっつりは最後。できるとしても東洋、流言引き抜きだけになるだろう。戦力的に考えても武田、織田家とまともに戦っても勝てそうにないな。やはり長尾家を潰すか先に西側をなんとかしてからとか独立して織田家の援護をもらいつつ武田家攻めとかにしないときついだろう。というか独自エンディング当初は長尾家の九州だったんだけどどうしたものか。もはや長尾家攻撃するなら武田家をなんとかしないとダメな状況になりつつあるしな。もはや長尾家にこだわる必要もなさそうだし武田家を潰せる状況を一旦独自エンディング条件にしようか。最初の設定だった出家ももはや島流しだしな。長尾家に復讐をしつつライバル信玄さんとの決着をつけて謙信さんの修行を終わりとしよう。どこぞの七難八苦で草。一旦昇進組もいるだろうから領主、上司配置やっていくよ。その後に三好家との直談、流れで織田家との直談になるかな。中世見てたら天海さんもゲットしてたみたい。超長生きの政務最強格だな。他赤は少ないし威風の恩恵受けてる間は大丈夫そうだ。織田二条に長政さん親子配置して一条田二条に光秀さん配置。これで兵力の多い城の能力が結構上がったな。沢山城は織田家に献上するし城主は配置しないでおこう。みんな心構えをせよ。軍破壊待ってる間に2万追加。琵琶湖便利だけど敵が攻めてくるのも便利なんだよね。こちらが攻めれるということは敵も同じ状況だからな。琵琶湖の水を抜くとかできないかな。できてたまるか。軍をぶっ壊したところで三好家に直談しよう。城の献上だけで済むといいんだが。ちょ、織田家との外交遮断はきつい。まさか外交禁止がこんなにきつい条件になるとは。え、冷静に3年織田家の攻撃耐えないとダメなんだよね。無理じゃね。ということはなんとか三好家の猛攻を停戦使わずに耐えるしかないな。思ってたプランとかなりかけ離れてきた。だがそれがいい。誰だよ。ということで三好家とは徹底抗戦。少し時を戻して騎乗前。
これこの後小谷城目標で追加来るし、そもそも長政さんの配置を沢山城にした方がいい説。確かに結構早くの追撃だったし、小谷城の兵力回復間に合わないかもな。とりあえず直近の目標考えた。三好家の攻撃を耐えて小田家に三好家を攻撃させること。確か前回もう少し時間進めた時に小田家が燃えてたから、おそらく三好家に攻めていくはず。史実シナリオだし絶対に西には拡大していくからな。それまでひたすら耐え、現状わかってるのは小谷城への追加。後瀬山城はどのみち献上する予定だったし、城主も小谷城に来てるから、このまま滞在で小谷城防衛に備える。ただ多すぎても兵糧問題出てくるし、4部隊になるように部隊調整。近場、兵力低い部隊は騎乗だな。吉継さんとか金ヶ崎城だし兵力多いけど騎乗かな。あとは制度改新の星上げのために義経も一旦騎乗させて城下建築解除したいところ。混乱持ちは兵力少ないけど謙信さんいるし、主力は長政さんを沢山城に配置するから問題ないか。小谷城も城主配置しなければ小田家に沢山城献上した時に城主を長政に変更できるしな。制度改新星上げは単純に能力高い武将が足軽になるから能力の底上げを行うため。ちょっときつい防衛戦になるかもしれないけど、小田家と3年戦う方がきつい未来待ってるのは明白。ここが踏ん張りどころだ。変わらず3万追加きたな。今回この3万を迎撃するのが仕事だ。だいぶ隙ができるし、小田家もそろそろ北畑家攻略終わるはずだから耐えていれば勝機が来るはず。とりあえず向かってきてる敵部隊の位置確認、分割できるかどうか見ていくよ。一番の遠方は小水城から、さすがにこちらも兵糧の消耗がえげつなさそうだ。謙信さん帰ったら間違いなく防衛間に合わないだろうしね。見た感じおそらく分割はかなりできると思う。ただ不安なのが後瀬山城域が多すぎて巻き込まないかどうか。後瀬山城も兵力ゼロだから速攻で陥落する式場間に合うと思うんだがな。最初の接敵場所はここ。ここで接敵だとなんと小谷城に滞在してても範囲という便利さ。これなら琵琶湖横断部隊も小谷城で参戦範囲だし動かなくても良さそう。翌月。おお、どんどん主力が昇進してるけど謙信さん騎乗できないから代官変更ができない。むしろ功績上げまくって侍大将にしてもいい気が。後瀬山城陥落して思った通りすぐに騎乗、おそらく分割もできる。ついてまいれ。長政が出陣したところで2万さらに追加。で、今度は金ヶ崎城か。先に防衛拠点にしておけばよかったか。だが領主配置できなくて結局苦戦しそうなんだが、それならどんどん分割で合戦していって守った方がまだ可能性あると思う。確かにちらっと見えたけど小田家も燃えてたしね。てかこれ国衆いるところで接敵したらくつきた2城の部隊巻き込むんだが、範囲だけで言うとこの範囲から敵部隊が消えるまで粘らないとダメということだ。飛神宮の効果で制圧速度妨害あるから多少は時間稼げるはず。あと金ヶ崎城も防衛しないとダメだけど割と近場で守れるから兵力さえ減らさなければなんとかなりそう。兵力減らさないようにするためにも分割をしっかりとやっていかないとな。狙えるなら威風弱も狙えればなお最高。めっちゃギリギリの調整。小谷城の領地だしできるだけ奪われたくはないところ。金ヶ崎城の軍も奪われたくはないから一歩前進して接敵すればすぐに合戦できる状態にスタンバイしていく。ちなみにここの範囲の軍にいればある程度の範囲領上の防衛は成立する。あ、いや、これは仕方がない犠牲だろう。なんならまだ軍踏んでそうだしね。一部隊だけだったし全滅させてきた。周りの状況的に金ヶ崎城で防衛、その後琵琶湖横断してる部隊、また金ヶ崎という順番かな。てかおだけ鎮火してるじゃん。これはもはや防衛だけじゃ尺だし、くつき谷城下の千瀬山城狙うのもいいかも。攻めるのはあり、その分本気じゃないにしても防衛部隊引っ張り出せるからおだけのアシストになりそうだ。何にせよ現状ならそこまで敵部隊巻き込まなさそうなのが救い。考え出すともっと長くなりそうだから最後に兵力確認。織田家がトップに躍り出たな。兵力的にもやはりそろそろ三好家に攻めていってもおかしくはないだろう。そしてうちもランクイン。本家ともだいぶ近づいてきた。次回は三好家防衛戦かな。そのまま織田家と共闘して三好家も潰せたらいいんだが。武田家もいつ動き出すことやら。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは。
ご視聴ありがとうございました。